Ora state se dai. VTR 回しました。この時間をもちまして、スコアデコイズは締め切らせていただきます。
くだよ。ちょっと見せてください。ただいまスコアは2エンド1です、皆さんも見てびっくりされていると思いますが、ブロンダール選手はポケットもすごい腕前です。実は以前ヨーロッパ選手権で3位になっております。その時はちなみにFNレイズは9位でした。
ちょっと待って、さらに。
現在スコアは、6-2 ですね、6-2 でブロンダールが、リードしております。エフレンが非常にやりにくそうです。実は昨日、エフレンは、ブロンダールと9ボール7セットだとか9セットやるのは非常に危険だと漏らしてました。スコアの方は 7-2 です。エフレンが意地を見せてまぶっていく、んでしょうか。これからの展開が楽しみです。Thank you.
現在スコアは、エフレーム3ブロンダード7です。2セットを、取り返し 4-7 です。ついにエフレンに気がついた模様です。連続マスターで追い上げていっております。ただいまスコアはエフレンを5、ブロンダールが7です。
ついにブロンダールにリーチがかかりました。スコアは、ブロンダール8、エフレンが5です。Thank you.
見てみたいな。ご覧のような結果になりましたけれど、エフレンがやられてしまいました。寄付対抗で、ブロンダール選手が勝ちました。ちょっと、その辺のところ、聞いてみたいと思います。エフレン選手にどないしたんや。エフレン曰く、彼があまりにもうますぎたと、まあ、自分も調子が非常に悪かったと、ご覧のような結果になったと。いわゆる、まあ、ナインボールはこういうゲームなんだと、非常に危険性がある、いわゆるちょっとしたコンディションとか調子の違いで、勝敗が変わってしまうと。しかし、ブロンダルはすごいいいプレイヤーだということです。ちょっとブロンダルにも聞いてみたいと思います。終わってみて、ちょっとこうその試合、ゲームの印象か、エフレンの印象か、勝因とか、その辺のところ。 Yeah, I want to say、thank you Efren for playing a good game with me, but I was、too lucky. Too many times I missed the ball and I don't leave any kind of position for Efren. That's the reason why it was such a clear victory for me.まあ、エフレンと、こういう機会で一緒につけたのは非常に嬉しいと。でエフレンが、非常にミスが多かったと、して自分にいっぱいチャンスをくれたと、だから、展開的に勝ってしまったと、非常にラッキーだったと。以上の結果で、ナインボールは、終了されていきます。もう一度お二人です。拍手をお願いします。